忘れられないもいで、あなたがプレゼントしてくれた一日中ゲームやり込んで、夜ご飯は一緒に作って、贅沢なんてしなくたって、二人いればそれだけでよくて、口下手二人が本気で喧嘩、お互いブロブツじゃない電話、本気でぶつかり合えることが、どんな人しか気づけなかった、あなたが教えてくれたこと、くれたもの、胸に刻み過ごしてるかも、だから伝えたりありがとう。